ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。この際、委員の移動についてご報告いたします。本日、江田さつき君が委員を辞任され、その補欠として牧山博恵君が選任されました。休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。田村智子さん。 4月25日の委員会質疑で、私はヒューマントラスト社は法令違反を犯していることを指摘をいたしまして、調査と是正指導を求めました、丸川政務官も問題があれば正すのは当然だとお答えいただきました、給与即日払いサービスと銘打ちながら、実際は手数料徴収をする貸付制度のキュリ労働基準法で使用者に義務付けられている労働条件通知書の作成まで、 ヒューマントラスト社が受け負う偽装日々紹介のまとめんかこれらについてヒューマントラスト社を調査し是正指導したのかどうか厚労省お答えください中野労働基準局長、えー、お答え申し上げます、えー、労働関係法令上の問題がある場合につきましては厳正に対処するとの観点から 監督指導は適切に行うとの方針の下で臨んでいるところでございますが、個別の事案につきましては回答を差し控えさせていただきます田村智子さん。これ、単なる個別案件ではないんですよ。丸川政務官が広告に出た企業で、この委員会はそのことが不適切であるということに基づいて行われている委員会なんですよ。調査したのか、是正指導したのか、ちゃんとお答えください中野労働基準局長。 えーえーまあ、個別の事案につきましては、回答を差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても、労働基準法の遵守を図るための監督指導につきましては、これを適切に行っていくという方針で臨んでいるところでございます田村智子さん。これね、ヒューマントラスト社のホームページ、全く変わってません。相変わらず、給与即日払い制度、キュリカ、目打たれてます。企業に違法行為を斡旋する偽装日々紹介のまとめんかも掲示をしたままなんです。 問題を指摘してから一ヶ月なんですよ。参考人としての出席も求められている経緯からですね、この委員会での質問内容をヒューマントラスト者が知らないはずはありません。そして委員会で取り上げられた問題、今個別でお答えできないって言いましたけれども、その法令違反を厚労省がそのままにするはずもないんですよ。それでもまとめんかの紹介ページでは、日々紹介事業だとこう言いながら、 派遣法改正後も今までと同様の業務効率運営が可能日雇い派遣をと大きく銘打ったままなんです。で、私ね、これね、今回は丸川政務官がこういう会社の宣伝に出たと非常に悪質なんです。これ日経新聞に一日だけの広告が掲載されましたで終わらないですよ。だってこの下は誰に対する営業広告かっていうとまとめんかなどをね、 使いましょうっていう企業に対する広告ですよで。私がね、もしヒューマントラッシャーの営業をやるとしましたら、当然これは営業の資料にします。それで、えー、こあの、例えば偽装日々紹介のまとめんかですね。これお宅のとこで使いませんか相手企業が、それって法令違反にはならないんですか大丈夫です。政務官が私どもの広告に出ておりますと。こういうふうに使われる可能性は非常に大きいんです。一体ですから。 マル政務官どうされますかこれ私ね、この委員会の中で謝るだけじゃ済まない問題で、そうやって違法行為を斡旋することに、事実上片棒を担ぐって形になってるんですよ。対外的にあなたがこれは不適切だったっていうことを大々的にアピールしなければ、違法行為の片棒を担いだままになりますよ。どうしますかマル政務官。 まず、あの、今回の件に関しまして、各党の皆様から厳しいご指摘をいただくことになったことについては、えー、私自身大変申し訳ないと思っておりまして、あの、以後こうしたことが起きないように十分気をつけたいと思いますし、私自身も、あの、自分の判断としてこれをまずやるべきだったということについて、あの、やるべきだったというのは、つまり自分自身で判断をすべきだったということについては、あの、お詫びを申し上げたいと存じます。で、加えて、この違法かどうかということについては、 これはもう,もう分かってらっしゃって聞いてらっしゃると思うんですけど個別の判断になるのでまず回答を差し控えなければならないということに加えてその、まあ、これ,そのこれを公表すること自体まずその、まあ、公表するということが一つの処分に当たるということもお分かりだと思いますけれどもでそれに該当するものかどうかとということをまず調査をしなければなりません。 それから調査をするということを言うこと自体が、あの証拠の隠蔽につながるというような可能性もあるので、まず持って、個別の事案について回答さし控えなければならないという状況にあります。ただし、私、この前、委員会で指摘をいただいてから、問題があれば厳正に対処してくださいということは、改めて厚生労働省に指示しましたし、必要な調査はどんどんやってくださいということもお願いをしております。 田村智子さん。いや、聞いたことに答えてないんですよ。あの、もう、あの、じゃあ、疑いでもいいんですけど、明らかにもう違法だろうと疑われることの営業活動に、今もあなたが使われている可能性があるわけなんですね。えー、あの、大臣ね、午前中の質疑で、この委員会が法案審議ができないような状態になっていることは大変申し訳ないって言われまして、私もその通りだって思いますよ。でもね、ことはそれにとどまらなくて、 ヒューマントラスト社の広告掲載後、丸川政務官も厚労省も抗議さえしていないと。で、そのヒューマントラスト社は、厚労省おそらく是正指導してますよ、当然。その是正指導もものともせずに、違法行為を未だホームページでアピールしたままなんですよ。監督官庁の政務官が登場して協力している会社なのかなと。そういう疑いさえ出てきちゃうじゃないですか。大臣、これでどうされますこの広告このままでいいんですか大臣にお伺いします。厚生労働大臣。 あの担当部局があしっかりと違法なものに対しては対応をするということになろうと思います田村智子さん。いや、それだけで済まないですよね、それだけで済まないんですよ、そんなことは国民的に知られないんですよ、国民的に全国的に知られているのは、ヒューマントラスト社の広告に丸川政務官が出たということなんですよ、そのままでいいのかということなんです、大臣、もう一度お願いします田村厚生労働大臣。 あの、いろいろと今、お話がございましたけれども、えーまあ、違法であるというようなあ広告に出ておれば、ですね、それは問題もあろうと思いますけれども、まあ、違法かどうかも含めて、違法なものに対しては、しっかりと厳正に対処をしていくということであり、ます。田村智子さん。切り離された問題ではないんですね、その重大性をもっと認識していただかなければならないと思います。でこのののの対談の企画はですね、日雇いい派遣への規制に相当な関心を持って行われたというのは、 坂本社長が改定派遣労働法について、日雇い派遣原則禁止のことだけ取り出して話をしていると。こういうことからも明らかなんです。で丸川政務官もこの意見を受けてですね、抜本的な改定の方向を派遣制度のあり方に関する研究会で議論していると。こうした上で、研究会での独立した検討項目にもなっていない日雇い派遣を真っ先に例示しているわけです。そうするとですね、 これはヒューマントラス社の広告であると同時に、いわば、日雇い派遣原則禁止に物申すという、そういう意見広告にも取れるわけですよ。選挙を前にした、ご自身の宣伝効果があると、こういう判断があったのは私当然だと思うんですけど、加えて、日雇い派遣の原則禁止は問題があるというですね、丸川政務官まあ議員時代からの持論をアピールできると。だからですね、 政務官になっても、こういう広告に出るんだという最終的な判断されたんじゃないかと思うんですけど、政務官いかがですか。丸川政務官。あの、日雇派遣につきましては、あの、雇用期間が極めて短期でございまして、雇用管理責任が十分に果たされないと。えで、また日雇派遣を行っている事業主の労働関係法令違反が社会問題化したことから、あの、平成二十四年度に改正法 通しまして国会で、えー、原則禁止とされたところでございます。もうこの経緯は、あの、もう私も百も承知でございまして、なおかつ労働者派遣制度については、現在有識者からなる,からなる研究会で幅広くご議論いただいておりまして、えー、4月23日に行われた第12回の研究会においても、えー、日雇い派遣の原則禁止を含めて、改正労働者派遣法の施行状況について、えー、きちんと、えー、議論が行われたと。で、いろいろな意見が出た中で、あのー、いい この制度がいいという意見も否定的な意見もあったし、幅広い議論をしましょうという意見もありましたし、ということでございました。で、今後もさまざまな意見があることを踏まえて、引き続き研究会におきまして、労働者派遣制度を取り巻くさまざまな課題について、精力的にご議論をいただいて、えー、まずは夏をめどに論点を整理していただくということになっております。田村智子さん,ん。あの、全く、あの、私が聞いてることと噛み合わないご答弁なんですよ。あの、坂本社長とのね、 対談企画に応じるか否かと、これは丸川政務官午前中の審議で自分一切判断していないという、ちょっと驚くようなですね、あの、ご答弁でしたけれども、日程は勝手に事務所が抑えて、対談の可否は厚労省が判断したと、これ驚くような答弁なんですよ。しかしね、最初に坂本社長と直接話したときに、この企画を受ける方向だという反応をしなければ、事務所が仮置きであっても、日程を置くはずはないでしょう。常識的に考えて。 で、派遣会社の社長と短時間でも話をしたときにね、先ほど一般的な女性の働き方についてお話ししたいってお話だったんですけど、私それでは済まないと思うんですね。日雇い派遣原則禁止に当時丸川議員が真っ向から反論していたっていうことは、これはあの、坂本社長知らないはずもないわけで、当然そういうことも話題になったと思いますよ。そうするとね、大体ですね、あじゃ本当におかしいと思うのは、1月11日の対談予定で、年が明けても何の連絡もないと。 こちらから問い合わせて、一月八日に企画書が送られてくると。これが一流の経済誌の対談企画であるはずないと。誰だって判断できると思います。こんなのまずありえないですよ。あまりに失礼ですよ、政務官に対して。この時点で、企画として相当に怪しいっていう判断は、それはご本人だって、私できるはずだと思いますよね。常識として。で だけれども、それでも断らないと。なぜかと。もちろん宣伝効果っていうのはあったと思います。加えてね、やっぱり労働者派遣法の改定や急がせたいと、日雇い派遣の原則禁止見直させること必要だと。これは丸川議員にとってもまさにね、渡りに船っていうような企画だと。企画書を見れば、おそらくそういうシンパシーも感じたんじゃないかというふうに思えるわけです。で大臣、この広告の中身、日雇い派遣だけ特出しなんです。坂本社長は、 これやっぱり原則禁止でいろんな影響が出てるよっていうことを否定的に述べてるのはどういう文脈から読んでも明らかです。それにシンパシーを感じて丸川政務官が答えているのも文脈からも明らかです。で、その原則禁止は大臣が当時の田村則下議員の時に修正提案をまとめられて私たちの参議院のこの委員会に提案した中身なんですよ。それを一派遣会社の社長さんと一緒になって 政務官が見直しが必要だという方向で、広告に出ると、問題だと思うんですけどいかがですか田村厚生労働大臣。まあ、あのときにですね、えー、衆議院でいろんな議論をさせていただく中で、日雇い派遣に関しても各班、各党で意見が違っておりました。で日雇い派遣で労働者のの皆様方の権利を まあ侵害するような行為、これは許されないというところでは、皆が一致したわけでありますが、しかし一方で、日雇い派遣で働きたいと言われる方々のニーズがあるというご意見も、その各党の中にあってあったわけであります、そういうようないろんなご意見がある中で、修正案という形でまとめ上げたのが、あの修正案であり、併せて派遣業に対してですね、さらに検討を。 まあ、するべきであるというのが付帯決議だったと思いますけれども、入ったわけでございまして、まあ、その中において今、あまあ派遣法全体においての研究会が、えー、まあ議論がされておるということでございますから、まあ、流れを説明させていただきますと、そういう流れであったということでございます、まあ、その中において、まあ、派遣というもの、特に日雇い派遣に関しましても、どうやって日雇い派遣を使って、ですね労働者の方々の権利を高めていくか、それはスキルアップしていくか。 そういう議論がその国会主義の中であったのも確かでございますので、まあ、そういうことも含めて、ですね、丸川委員、まあ委員といいます当時、参議院議員でございますけれども、いろんなご発言をされておられたのではないかというふうに推測をいたしております。田村智子さん。各党で意見が違うのは当たり前のことなんですけれども、政務官なんですよ、政務官という立場は改定された中身がね、私たちも不十分だと思ってますけれども。 全然不十分だと思ってますよ、でも少なくとも政務官という立場は、改正されたものを周知徹底するという立場であるべきなのに、その見直しを派遣業界と一緒になって求めるという、事実上そういう意見広告になってるんですよ。で検討の過程の中でね、あの私あの、答弁要求しなかったので、い生田さん、答弁席座ってないけれども、4月25日のご答弁の中で、生田さんは、日経新聞の意見広告のようなものだと思ったって答えてる。 であればでもっと問題だと思うんですよ。意見広告というのは、何の意見を示すのかということが問われるわけで、その意見に同調する人が出るわけですよ。す政務官が派遣法の見直しを求めるような広告に加担したと思うんですけど、丸川政務官、いかがですか。丸川政務官、まあ。このインタビューを受けるにあたって、私が心したことというのは、えー、まあ、 どういう形で受けるにせよ、私は今、組織の人間であるので、厚生労働省の見解と祖語がないように答えようと。いうことで答えた上に、さらにその記事の内容を、あの、厚生労働省に確認をしていただいたので、少なくとも、あの、厚生労働省の認識と、私の認識と、ここにあるものとが、が祖語を期待しているというふうには思っておりません。ただ、こういう一体となる広告で、 一面で出てしまったということについては、これは、あの、まあ、これを認識してなかったということについては、非常に申し訳ないと思っておりますし、あの、この記事のことが原因で、今、国会の議論が、あの、困難をきたしているということについては、大変申し訳ないと思っております。田村智子さん。あの、やっぱりね、この広告違うんですよ。だって、派遣の、あの、派遣制度のあり方に関する研究会の中で、これまでも議論あったとおり、日雇い派遣は独立したテーマになんかなってないし、 この委員会での付帯決議の中で、日雇い派遣については、周知徹底を図るという付帯決議しかないんですよ。にもかかわらず、見直しということで、いわばシンパシーで、こういう広告になっているのはもう事実なんです。で、それはね、あのー、日雇い派遣についての丸川議員の並々ならぬ関心がこれまでも示されていたことからもう、だから坂本社長があなたのところに対談を持ってきたってことも、これ、わかるんですよ。 人材ビジネス2013年1月1日号あの、そのまま読みます、省きません、丸川議員のインタビューです、現実に今、いわゆる日雇い派遣は禁止されていますが、実はそもそもの派遣の発想からいくと、日雇い派遣こそ、派遣の最も必要とされる場面であるということになるでしょう。 なぜなら、日雇い派遣だからこそ、派遣の得意とする短期の就労の確保が可能であり、また短期だからこそ、常用雇用に代替されることがない、ということが前提になっているからです。このように、現状の法制は、実際の部分と建前の部分がねじれてしまっているのです。今回のこの研究会は、これらを抜本的に考え直す絶好の機会だと思いますと。ね、日雇い派遣を、 ねじれを直して、見直す絶好の機会だと、こういうふうにインタビューで答えておられるんですよ。それを坂本社長、知らないはずないです、派遣業界の方ですから、そういう主張を。でこれ、政務官になる前のインタビューですけれどね、やっぱりね、このあなたの考えを、人材ビジネスは業界史です、派遣業界の。それだけでなく、全国紙である日経新聞の紙面を使ってアピールができると、世論に訴えることができると、こういう内容になっているのも明白なんですね。 と、このインタビュー、あの、丸川議員の考え本当によくわかるので、この際、日雇い派遣についてのお考えもお聞きしますけれども、日雇い派遣こそ派遣の最も必要とすられる場面ということは、日雇い派遣などの短期の派遣こそ、派遣業の新骨頂で、もっとこの働き方を活用すべきであるというお考えなんでしょうか。丸川政務官。 えまず、派遣という仕事についての法律がどういう,どう、そもそもどういう成り立ちであったかということについて、今まさにその話の中で出てきたかと思うんですが、そもそもは、あの、常用に代替されないようにするということが、あの、派遣労働の目指した方向性であったと思います。えー、常用に代替されないということは、つまり、一時的に短期的に、えー あの働くということであろうかと思いますので、その点について私はそこで述べております。で、えー 日雇い派遣については、あの原則禁止とする改正法が昨年10月より施行されたばかりでありまして、えー、私もこのインタビューの中では、それを見直すべきだということは一言も申し上げておりません。えー、現在、有識者なる研究会において、ご議論をいただいている状況の中で、厚生労働省として活用すべきというふうに、あの日雇い派遣を活用すべきというふうに申し上げることは、不適切であると考えております。田村智子さん。はい まあ、政務官としてはそういうご答弁が当然なんですけど、この対談の中身はそうなってないです。特出しにして日雇い派遣を研究会のテーマであるとあなたは言ってしまってるんですから、テーマになってないのに。であのこの間、ずっとね、丸川議員は、まあ、政務官になる前であってもね、日雇い派遣はニーズがあると、ニーズがあるものに規制をかけるべきではないと、この対談記事でもアンダーグラウンドにあの潜るというふうにこう言われているわけですよね。 で、私ね、あの、非常にあの問題なのは、やっぱり、日雇い派遣原則禁止っていうことをもっとやらなきゃいけないと思ったんですけど、なぜそういう法改正が必要になったのかと。順法的に行われたとしても、日雇い派遣があまりにも非人間的な働かせ方だっていうことだと思うんです。そのことを理解してないというふうに、私思えるんです。私、あの、日雇い派遣やってる労働者から、情報を集めました。ニーズあるって言いますけどね、例えばこんな状況ですよ。 短期の仕事を紹介するサイトで、この仕事をしたいと応募しようとすると、派遣会社への登録が必要になってしまうと。これを繰り返していくと気がつくと、二十社、三十社と派遣登録してしまうんだと。派遣登録したいんじゃない。この仕事をやりたいだけなんだ。こういう方がいます。それから派遣会社に登録説明会呼ばれていく。個人情報もいっぱい出して手続きする。ところが何ヶ月も連絡がない。 こちらから連絡すると今度は希望と違う仕事ばかり紹介されると。直接会社に応募できれば仕事内容や条件が希望と合うのかどうか。採用か不採用か。それもすぐわかるのにと。こういう声もありました。日雇い派遣。仕事に必要な備品や消耗品などは全部自分で持っていく。ドライバーや軍手は当然だと。梱包作業で消耗品であるテープとかカッターも、これも全部自分に買わされてしまうと。 短期であっても直接雇用で働くときは仕事を評価してもらって時給が上がるという経験もあると。派遣ではこれはありえない。普通以上に働くと次の派遣の人がやりにくくなるからと逆にブレーキがかかってしまう。これでは仕事にモチ,モチベーションもなくなってしまうと。今現在、省庁で、省庁の関係で夜勤の仕事をしている人がいます。日雇い派遣です。で、この人はですね、 一つの仕事を二人組で派遣された。一人は週二日、もう一人は週三日というシフトで、一人が体調不良などで出勤できなければ、もう一人が出るようにという指示を受けたと。週二日だけでは、とてもじゃないけど生活できない。結局派遣っていうのは、労働者の生活がどうなろうと構わないと。その穴が埋まればいいと。こういう働き方なのか。こういう訴えいっぱいあるんです。 いいっぱいあるんです原則禁止にものすごく不十分だけど、ちょっと踏み出した、周知徹底もできてない、ところが、それを一派遣業界の会社と一緒にあって、見直しが必要だという事実上の意見広告に登場する、どうですか、日雇い派遣のニーズって、これはね、労働者にとってニーズあるって言えるんでしょうか、企業はニーズありますよ、こんなおいしい話ないですよ、順法的にやったってこれが実態です、どう思われますか。 丸川政務官。 あの、まず、ニーズのあるものに規制をかけるなといったわけではなくて、ニーズのあるものに対しての規制のかけ方、方向性というのはどういうものがふさわしいかという問題提起をしただけでありますので、そこのところはよくご理解をいただきたいと思います。それから、あの、今おっしゃった、あの、実態というのは、まあ、あの、私が直接聞いたわけではないので、ぜひまた直接お伺いしたいなと思うところでございますけれども、あの、そのような問題が、あの、派遣のみならず、 例えば、日々紹介といった形でも起きるかもしれない。また、あの、直接雇用だから、間接雇用だからということではなく、起きる問題も含まれていると思いますので、あの、よく勉強させていただきたいと思います。田村智子さん。あの、そ、そういう、なんていうかな、あの、政務官としてね、やはり私、あの、この広告は、明らかに日雇い派遣を得出しにした見直しを坂本市長が主張する広告であることは間違いがないんです。 で、それで日雇い派遣の労働者の現実の問題を労働者の立場で語ることもなくですよ。語ることもなく規制のかけ方っていう問題にして見直しが必要だっていう主張をあなたはされてるわけですよ。これがね、厚生労働省の政務官の役割なんだろうかと。私本当にね、あの、腹立たしく感じてくるわけですね。で先ほどあの、派遣ってのは常用代替にならないことが必要だっていうふうに言いました。でも実態違いますよ。 日雇い派遣という働き方さえも、常用代替に置き換えられているというのが現実じゃありませんか。先ほど省庁の夜勤の話しましたけれども、あれもう六ヶ月ぐらいずっと、もっとですよ。もう年間続く仕事ですよ。で、なんで私が日雇い派遣って言うかっていうと、ずっと続くんだけど、一ヶ月ずつの契約なんです。そうすると、あの、二月は日雇い派遣ですよ。三十日以内だから。 5月は日雇い派遣じゃないかもしれない、31日だから。で、6月はまた日雇い派遣なんですよ。事実上、日雇い派遣がこうやって常用代替に置き換えられていると、その認識さえあなたはないんですよ。派遣法のもともとの成り立ちは短期の仕事じゃないです。専門的な仕事に特化されていると。その働き方を保障するんだっていうことで、極めて限定的に作られたんですよ。 その認識もあなたないわけですよ。私本当にね、これ驚いてしまいます。大臣にね、もう一度お聞きしたいんですよ。こうやってね、日雇い派遣の、やっぱりこの働き方を、やっぱりその、なんか規制のあり方と、労働者の立場に立たず、規制のあり方を見直すべきだと、意見広告の中で言うと。厚労省の方針でもないです。参議院の付帯決議でもありません。周知徹底が求められていて、その田村大臣が 議員時代に提案をされた、その中身での規制が、どういう実行をもって、どのように労働者に役立っているのかということの調査さえもないまま、見直しの検討なんだと、一企業と一緒になって主張されていると。やっぱりね、これ私ね、そういうことのすべてがふさわしくないということを、対外的にしっかりと示すことが必要だと思うんですけれども、大臣、いかがですか。田村厚生労働大臣 まあこの記事を見てです、ね、すべてその日雇い派遣禁止をです、ね、全く改めろというようなことを決め打ちで私は書かれているというふうには思いません。でその上でですねあの 先ほどど申しし上げましたけれども衆議院の議論の中でいろんな議論がなされました議録を読んでいただくと分かると思いますけれどもその中で各党によって考え方が違っていたんですで、その中には日雇い派遣というもの、日々派遣というものをもう少し限定的にです、ね、労働者のために使えないかというようなそういういご意見もあったはずですで、そういう中においてその後検討しようということでございましたからあくまでも議論の中心はまず労働者の権利をどう守るか。 これは当然でありまして、労働者の権利を守ることは当然でありますが、その中において、どのような働き方、その派遣業,のい派遣業という形態の中において、ですね、えー、日雇い派遣も含めて、どのような働き方があるのかということに関して、いろいろと検討する必要があるねということで、その後、 検討をするべきであるというような付帯決議が入ったわけでございますので、それにのっとってです、ね、今、ご議論をいただいておるわけでありまして、あの現在、えー、派遣法に関してです、ね、いろんな議論をいただいていますが、そこには当然のごとく、その日雇い派遣というものの議論も入っているわけである。 それは今どういう状況なのか、そういうことも含めて、いろんな検証するご,ご議論もあろうと思いますけれども、ですからそこでご議論をいただいた上で、その結論を得てです、ね、これから厚生労働省としてです、ね、この派遣法をどのようにしていくかということを考えるわけでございますので、今、その途中でございますから、派遣ひひ、日雇い派遣を、これを原則禁止をやめるだとか、そんなことを決めておるわけでも何でもございませんので、その点はご理解をいただきたいというふうに思います。田村智子さん、はい あの、大臣のそういう認識だっていうことになると、ますます不安にもなってくるんですけど、いずれにしてもですね、冒頭で私が指摘しました、違法が相当性に疑われる企業の広告に、丸川政務官が登場をして、その営業活動を未だ応援している可能性があると、これを正すためには、対外的にこの広告が不適切なものであったということを、何らかの形で示さなければダメなんだということを、このううことを強く求めまして、質問を終わります。 以上で、田村智子さんの質疑は終わります。